日本東京都江戸川区堀江町堀江町は東京都江戸川区の町名。住居表示未実施。定番の設定されていない単独町名である。郵便番号は132-0000。江戸川区南部に位置し、河西地域に属する。区の定める日常生活圏域では全域が崩西南圏域に属する。現在は渚公園東側から 南火災五丁目公園南側の旧江戸川右岸河川敷のみを町域とする無居住区域である。江戸川区の統計書によれば面積は6.32ヘクタール。北で東葛西、東で旧江戸川をまたいで千葉県浦安市富士見、南で同じく旧江戸川をまたいで浦安市舞浜、南西で臨海町、西で南火災と接する。 北部に特別高圧送電線、高等線が通る。堀江町は昭和7年の江戸川区成立時から置かれていた町名であったが、1979年11月に実施された住居表示により、町域の大半が南火災1の7町目に変更された。その後は、南火災の東端部分にある旧江戸川の河川敷部分のみが住居表示未実施のまま、 堀江町として残存しているのみである。町域内に鉄道は通っていない。東京メトロ東西線火災駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。